今日は下書きなしでいきなり色をつけながら書いていきますね。で今日は大事なポイントが2箇所あります、花びらの書き方と葉っぱの書き方、ポイントになったら言いますんで、その辺よく注意して聞いてください。花びら書くとき、まず花びらから書くんですが、これぐらいのですね、大きさのちょっと大きめの筆がいいと思います。この筆の形を利用して花びらを描いていきますね。で水を多めにしてこの青い色つけます。水多めです。で筆をですね、まずこの真ん中から描くんですけど、真ん中描くときはこの筆の形を利用して下からこうポンと描きます。だこっちが尖るでしょ。でしかも絵の具に水がいっぱい含まれてるんで、こういうグラデーションができるんですね。これがなんかいい味になるんで、水は多めがいいです。かっこよくなります。で次こっち、カタカナの歯みたいに描くんですけれど、今度はあの尖ってる方が上です。あら、あんまうまくいかなかったですね。もう一回やりますね。こうね。でこっちこう、あらこうね、こういう感じですね。上が尖ってます。だから真ん中はこう、端っこはこうですね。はい。でもう一丁、これわざとちょっと重ねてね、おしゃれにしてますから、こうですね。これね、本当はねピュッて払ったらいいんですけど、難しいですよね。だから初めての人でもわりかしこう置くだけみたいな感じで書いたら書きやすいんじゃないかなと思って、こういう書き方を考えました。どうでしょう、ちょっと変な形でも大丈夫です。なんか動きが出て、ね、いいと思いますよ。はい、で次が、今度ちょっと細めの筆を使います。今花びら同士が離れちゃってるんで、ここをですねこんな感じでつなげてあげるんですね、真ん中に。はい。で次は真ん中上の方を描くんですが、カタカナのツ、カタカナのツみたいな感じでこうやってツーツー描いてください。はい。で柿ツバタってお花だと真ん中がねこうやってあんまり黄色くないんですよ。なんでこのままでもいいんですけど、こういう感じですね、柿ツバタ。今回ちょっと青で描いたんで、青だとちょっと黄色入れた方がおしゃれかなと思うんで、花勝負にします。黄色が入ったらね花勝負、入んなかったら柿ツバタ。まあ分かんないです、例外あるかもしれないですけども、なんか私はそんな感じで覚えてます。でここ黄色を入れるのは乾いてからにします。色がね濁らない方が綺麗ですから。なので先にここの葉っぱから描きますね。葉っぱというか茎から、茎は黄緑色で描きましょう。まっすぐ下ろせばいいですから。だいたいお花って葉っぱの方が緑が濃いんですよ、光合成するから。はい。でこっからがね今日2個目のポイントですね。葉っぱの描き方なんですけど、これね、この大きい方はともかく、ちっちゃい方の葉っぱはこの茎から離れたところから生えてますね。なんでかというと、こう大体こういうもんなんですけど、こっから描いてるでしょ、この途中から。なので葉っぱもこういう風な感じで描いていただきたいんですよね。こういう風に途中からこの茎にひっつけないで、この下にも茎が続いてますよってことをこう表現して、絵に広がりを持たせるためにやってます。その方がこう、ね、見た人が上手だなって思ってくれますんで、はい、
じゃあ今度濃い緑でこう葉っぱを避けながらピュー、こういう感じで、こうですね。ちょっと重なってるのとか書いてみましょうか。どうでしょう、それらしくなってきたかなと思います。で、ここの絵の具が乾いたら黄色で点々を入れます。乾いたかなんか、ちり紙でちょっと吸わしちゃいますね。はい、で黄色で、この黄色もまあちょっとコツなんですけど、このガンサイの黄色がこの葉っぱ描いたりとかねしてるうちに黄色がちょっと黄緑混ざってくるときありますね。そういうときはこう朱色を一滴ぐらい持ってくると黄色復活しますから、ちょっと赤みがかってくれていい感じになります。はい、でこの角の根元に点々、はい、こんな感じですね。はい、それで、まあ梅雨の季節のお花なので、また梅雨見舞いというふうに書きますね。まあ、字もあの絵に合わせてちょっと崩してみたりして遊んでみるといいかなと思います。はい、でハンコ持ってる方は消しゴムハンコとかラッカンとか押してあげてくださいね。ここにしようかな、空いてるから。はい、これでクですね。はい、これで完成です。ここでちょっと生徒さんの作品も紹介しておきたいなと思います。これ初めて描いた方々なんですけれども、ちゃんと花勝負に見えますね。先ほどの手順の通りに書けば、しっかりと綺麗なお花になるかと思いますので、皆さんも心配しないでチャレンジしてみてください。今日はこちらの、花勝負を書いてみましたが、まあ、書き方は今日はなるべく簡単な書き方ができるようにこの書き方をお教えしたんですけれども、こういうふうにちょっとリアルな、最近だとあのジャーマンアイリスとか、オランダアイリス、ダッチアイリス、オランダアヤメとかドイツアヤメとかも言いますけれども、まあ、いろんな書き方がありますので、また機会があれば、そちらの方の動画もアップしたいなと思います。はい、ありがとうございました。